自己満足。どうもちゃ、島村です。今回はですね、自己満足の勉強をするなという話をしたいと思います。はい、自己満足の勉強をするなということですね。で、自己満足の勉強ってこれがね、非常に厄介なんですよ。厄介だし、まあ、この動画見てる人で、私頑張ってるのに成績上がらないんですっていう人は、自己満足の勉強です。基本的に。で、なんか、勉強してないのに成績上がらないのは当たり前じゃないですか。で、勉強してたら成績上がる。これも当たり前のような気がするんですけど、勉強って、ちゃんと効果がある勉強と、効果がない自己満足の勉強があるんですよね。で、それをするなということです。で、これ何かっていうと、なんで厄介かっていうと、一応ね、勉強はしてるんですよ。しかも熱心に。だから、気持ちいいんですよ、やってると。やってる、頑張ってる私、みたいな。っていう感じになるんで、やってて気持ちいいんです。やってて気持ちいいし、周りも、偉いねって褒めるんです。頑張って偉いねって。ところが、偉いのは、結果出てるから偉いんですよ。結果出てなかったらそれ何もやってないと一緒なんですよね。で、これちょっと考え方変えてほしい。今までは、小学生までは、頑張ってたら褒めてもらいました。でも、だんだんもう中学生、高校生になった今は、結果が出たら褒められるようになってほしいですね。だから、頑張って偉いのは違うんです。頑張るのは偉くないんです。頑張るのは偉くない。頑張るっていうのは、あくまで結果を出すための手段なんであって、目的ではないんです。わかります？だから、自己満足の勉強をしちゃいけないんです。報われる努力に価値がある。努力には価値がない。報われる努力。報われてるということに価値があるので、自己満足の勉強はしたらいけません。勉強は、自己満足ではいけません。結果を出してください。ということで、これからですね、必ず、受験勉強、なんか勉強するために問うてほしいのが、何が進歩しましたかって解いてください。自分の中でこれ毎晩寝る前に聞いてみてください。自分自身が昨日と比べて今日何が伸びたのか、どれだけ、歩を前に進めたのかっていうことを自分に問うてみてほしい。で、進歩の基準は何かっていうと2つですね。1つが暗記してるということですね。何か新しいことを覚えた。で、もう1つが理解しているということ。この二つですね。で、もうちょっと平たく言うと、なんか、できることが増えたと。できる状態になったものが増えたというのが進歩してるということです。で、これが厄介で、分かってることとできること違いますからね。学校の授業とかで先生が解説して、なるほどって思ったということと、あなたができるということはこれ別物です。例えばですけど、東進衛星予備校とかで、授業とか受けるじゃないですか。ところが、東進衛星予備校で授業を受けてるのにできませんって言うと結構僕相談受けるんですよ。で、それは何かっていうと、東進衛星予備校の人は分からせるのはうまいんです。ところが、できるようにするのはあなたが自分で問題演習とかをして頭に叩き込まないといけないので、それができるようになってないと、その東進衛星予備校の授業を受けながら模試とか試験解くわけにいかないですから、点になりませんよっていうことなんですよね。だから、できるようなことが増えなければそれはまあ意味がないと。つまりできることが増えてないっていうのはそれは自己満足だということですね。うん。です。だからもう毎回ね、これ自分自身聞いてみてください。昨日に比べてどれだけ自分が進歩したかということを聞いてみてください。そしたらで、ね、意外とあれみたいな、なんか1週間前と俺あんま変わったわけねえかみたいなって思ったりとかするんですよ。で、いや待てと、英語で単語はこれとこれとこれとこれを覚えたじゃないかと、1週間前知らなかっただろみたいな感じで、1週間前の自分と比べてこれがこれだけ伸びましたっていうことが、まあ、自分自身に対して説明できるようであればそれはですね、ちゃんとした勉強と言えるんですが、まあそうじゃないとですね、やっぱりまあそれは勉強とは言わないですね。うん、趣味ですね。趣味、僕はゲームが趣味です。ゲームが趣味で、キルレ割ったり割らなかったりとか、ニートったりとかするんですけど、これは趣味だからですね。いいんですよ。趣味だから、あちゃー、下手くそだわ、俺とかって思っていいんですよ。クソエムだわーとか思っても、まあいいんですよ。うん。だけど、仕事だったら別ですよね。仕事だったら、
やっぱり結果出さないといけないじゃないですか。で、皆さんは学生ですよね。学生ってことは学ぶっていう文字があるんで、なんか学ばないといけないんですよ。学んでなかったら、つまり何か新しいことを暗記したり理解したりとかしなくて、できることが増えてなくて進歩しなかったら、それはね、職務怠慢なんです。仕事をやってないということなんですよね。もう、高校生ですよね。半分大人ですよ。同年代見たら働いてるやつだって言います。給料もらってるやつだっているんですよ。給料もらってるやつはなんで給料もらえてるかっていうと、世の中に何らかの価値を貢献してるから給料もらってるわけですよね。そういうプロと同じ年代にいて、あなたは勉強をしてるんだから勉強において何かしらの結果を出さないといけないはずです。それが出さないと大学に落ちる。大学に落ちるということは生涯獲得賃金が減るということですから、金銭面でも損すると。で、あと純粋にですけど、勉強してて成績上がらないの嫌じゃないですか。嫌ですよね。どうせだったら勉強するんだったら成績上げたいじゃないですか。だから、やっぱり自己満の勉強もしちゃいかんということですね。はい。それはね、趣味って言うんです。勉強っては言わないんですよ。趣味ですね。はい。です。ということで今回はですね、自己満足の勉強はするなということで、もう絶対しちゃいけないよということですね。ただ、これ止めてくれる人周りにあんまりいません。勉強して偉いねって言われます。ただね、偉くないんだってば。趣味だから、それは。ゲームやってるのと一緒ですよ。ですから、もう自己満の勉強はしちゃダメだと。昨日と比べて何ができるようになったか、これを考えて、勉強してみてください。ということで、今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。